が、兜城とその人はね、あれだったと思うんですよ。加えるじゃない。なんか、3文字で書くんですよね。うさぎっての字が入って。で、土地的には、加える太いって書くんですよね。で、私が和歌山のところと間違えて、和歌山のところの型を知ってるので、その読み方したら、いやいや、これ兜ですよ、みたいな感じだったような気がします。で、名古屋城もそうだよね。名古屋って、ね、今一般的な名古屋じゃなくて、名古屋城はね、一般的な名古屋じゃなくて、摂津なのな、みたいな書くのかな。で、そういうのがあるんですけど、まあそこと似たような感じで、その兜って人がいて、で、今、地名では、加えるに太いで兜って言うんですかね。で、ただ城跡とその武将の名前は加えるじゃなくて、3文字の方の兜ね、こう漢字で3文字の兜って書くんですけど、そこ行ってみましょうかというふうにですね。で、もう城がないんですね。で、これは伊賀上野の辺にあるんですけど、さあこれで私あと30分かからないんですよ、現地まで。で、どうするか今悩んでるんですけどね。一応ね、伊賀で一遍、名阪国道の伊賀サービスエリアに入ろうと思います。ただ、伊賀サービスエリアに入ると、兜行けないんですよね。行けないというわけでもないんですけど、兜は明日になっちゃいます。っていう感じなんですよね。次の日になっちゃうよ。どうしようかなというところですね。で、伊賀を越えると、ハリテラスまで伊賀サービスエリアを越えるとないと思うので、ただ、ハリテラスを越えるともうね、あとちっちゃいとこしかないんですよ。なので伊賀は私が前回山形行ったと帰りに寄ってるんで大体の感じは分かるんですけど、ですからまあ一応まあ広いんで寝ることは可能ですが、大型が多いのでね。で、私前ちっちゃいとこで寝てたらね、一般車用で寝てたらいつの間にやら大型車が隣に止まってたっていうね、すっごい冷蔵機の音がしててうわーってなったんですけどね、ここ一般車なのにっていう感じなんですけど、まあ仕方がないですよね。もうそれだけトラックが多いので、どうしようもなかったということですよね。まあそれが日本の物流を支えてるのでね、本当もうちょっと国もねうまいことをしてあげればいいのにって思うんですけどね。で、まあなんでしょうね、物流が今肩状態に和歌山の方と関係ないですけど、物流肩って思ってるのかな、一過性のものと思ってるのかな、それともまあ予算がな取れないのかな、ちょっといろんな諸事情があるのかもしれないですけど、でそれを超えちゃうとハリテラスで、万が一ハリテラスで失敗ぶっこいちゃうと、もう私かなり辛いことになっちゃうんで、それかハリテラスで失敗したら、どっかもう名阪国道から降りてどっかで探すかですね。あ、笠木のキャンプ場でもいいな。どうなんだろう。でも笠木のキャンプ場この時間に行ったらお金払えないんですよね。もういないもんね、管理人さん。あそこ確か夜中は管理人さんいないんですよね。なので、なかなか難しいところですが、っていうような感じですね。ただ私もうね、今寝ちゃってもいいかなと思うのと、ちょっと歯を磨きたいんですよね。やっぱり年いっちゃうとね、歯は大事にしないといけないなというところと、私歯並び悪いのでね、きっと普通の人よりも歯がダメになっちゃうと思ってますので、ちょっと気にしてるんですよね。やっぱそうなるとサービスエリアで、道の駅もね、あんな辺どうなんでしょうね。広い道の駅があればいいんですがね。で、あとハリテラスはね、ちょっと私頭の中でね、まあ夜のハリテラス行ったことないんで、行ったことないかな、あるかもしれないですけど覚えてないのかな。ハリテラスはねすごくやかましいイメージがあるのね。走り屋さんとか来てそうな気がするな。バイクはさすがにいないと思うんですけどね。夏場の昼間なんか行ってバイクすごいですもんね。もうバイクの品評会みたいになってますもんね。夜こんな時間にバイクで集まる人はいないと思うんですけどね。夏場だったらいるかもしれないですけど、とまあそんな感じで、それかまあハリ
あるんでね、そっちの方に行ってもいいのかなと。ただ、トイレはおそらく伊賀の方が綺麗かなと思うんですよね。ハリテラスのトイレ、ハリテラスはあれなんですよね、民間というか、別にあれ名阪国道のサービスエリアじゃないんですよね、ハリテラスはね。確かにね。だから出てから、出口を出てからしばらく行ってありますもんね。しばらくというか出てから入りますもんね。名阪国道の途中で入れるわけじゃないですからね、一度降りないといけないので、ってな感じですね。ですからハリテラスに行ったら兜町跡は行けると思います。で、これで今悩んでるところですね。まあでも私伊賀サービスエリアで寝たとして、伊賀サービスエリアあと多分15分ぐらいで着くと思いますので、それで行ったとしてですね、それで行ったとして多分寝てもね、今ね23時前です。寝ても多分ね2時間3時間寝れないと、2時間3時間ぐらいで目覚めると思うんでね、それで行っとって、それで兜城跡、まあ今から兜城跡行くのもどうかなっていうのはあるんですけどこんな時間に城跡行ってどうすんのってね。確か私一遍ね、これぐらいの時間帯に古戦場行ってます。関ヶ原の天下分け目の合戦でしたっけ。古戦場行ってですね、何もなかったっていう何も分かんなかったっていう感じがありましたけどね。ただその時に友人がね、落ち武者の首跳ねた後の首が槍に刺されてる水墨画かな、何かを友人が LINE で送ってきてちょっと私ドキッとしてもうそういうやられた思い出があるんですけど、まあなのでとりあえず伊賀には一度入ろうと思います。で、伊賀で寝て、伊賀で一休みねしてっていうのが濃厚かなと思いますね。
った後よりも東に来て名阪乗った後に伊賀のサービスエリアがあったんですよ。おやおや。いやでもまだ席越えて2分ぐらいしかなってませんからね。いやちょっと今慌てて録画のスイッチを入れたんですが、ただもうバッテリーがないね。バッテリーがあと少しです。
からちょっと山を登っていくと星見えるかな。これ私の鏡で見てた私の車の明かりだねがね。ちょっと気温が1度になっちゃった。ひえ。まあ、ガソリンが満タンだからね。およそ200メートル先、心配はないんですけど。これがね、城跡に行った時人がいっぱいおったら逆に怖いんですよね。これ LED が街灯が旧大和街道左方向です。続いて左方向です。あ、これ左かですけど、やっぱりこのね、寒い時期なのでハイビームにしても虫が飛んでこないのはいいですよね。ほんと夜中走ってもね、車が汚れないというのはいいですね。左方向です。え、どこ？これ左？で、踏切？およそ300メートル先、左方向です。おー、また坂道発進？あ、でもここ伏線だ。関西本線かな、これ伏線ですね。あ、関西本線だ、これ狭い。もうこんな時間皆さん寝てますよね。てか入れんのかな。うわー、なんかここ崩れてるって言ってるのかな。ブルー先生こういうの好きだからね。てか私もちょっとこんな時間に来ることになるとは思わなかった。うわ、椅子があった今。あ、対向車来てる。違うか。左方向です。ちょっと怖いわこれ。この先大型車は通り抜けできません。違うわ、明るいんだ。およそ200メートル先、目的地です。車がいるんじゃないこれ先に。今明るい。いや違うか、赤いランプが見えたんですけど。あー、でもここから歩かないといけないんだ。これはダメだな。さすがに歩くのは嫌だな。結構歩かないといけないみたいです。さすがに今何度？今0度です。あ、もうこっから歩かないといけません。目的地に到着しました。あら、お疲れ様でした。これ、あ、もうこれ道外れるわ。ああ、ここが。え、こんなとこが跡なの？ちょっとこっから外れるみたいなんですけど。お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おーおーおー、あ、溝ある？これ U ターンできる？溝ありますね。これ一瞬ここ入れっかなと思ったんですが、あー U できるね、K でよかった。うわー、これはこれはちょっと昼間じゃないとダメだね。てかここを登っていけって書いてるんですよ、 Google 先生は。ここ登っていくんだよって言ってるんですけど、右手ね、登れないね。登れないので、登れないので、あー、ちょっと残念です。兜城あそこ一人で歩くの無理だわ。そこ GoPro 持って一人で歩いていくの無理だわ。これね、あのランプが見えてるのか、赤いカーブミラーあるんですよ。ここ、これね、目の前に立ってるのカーブミラーなんですよ、これ。あ、違う、あ、違うのか。あ、私勘違いしたんだ。カメラついてますね。カメラかな、よくわかりませんけど、それがチカチカ赤く光ってんだね。おお、びっくりした。おお、タイマーか。あー、兜城跡いかがでしたか皆さん。いや、結構怖いね。
正直怖かったです私。笑ってますけど、俺これ椅子あるでしょ、ここに。これめっちゃ怖かったですよ、駅舎見た時。勘弁してよっていうね。ああ、ちょっとホラー要素ありましたね。これ動画で見ても伝わるのかな。あのね、結構ね、なんかやばい雰囲気あります。さあ、まあ、あの集落があるのがね、あ、駅があるんだ、すぐそこに。駅行ってみたいな。あ、これ駅だ。ちょっと右曲がりましょう。あれ、あれ、私ここの、あ、そうだ、私関西本線の駅行ったことあるんだ。行ったことあるというかね、あれ、ここ私一度来てるかもしんない。あ、でも関西本線周りって似てるもんね。でもあの時は伏線だったかな。これ駅があると思うんですよ。いや、てか駅あったよね。この時間だったらもう、あ、あら、ちょっといっぺん駅寄ってみましょう。あ、てかタイマー鳴ったね。あ、まあいいか、せっかくだから、せっかくだからこのまま突っ走りましょう。さっきももう11分超えたもんね。もうパソコンで切って発達します、私。お、これ駅舎じゃないのかな。仮通路入り口、 JR、 あ、カブト駅前、カブト駅なんだこれ。あれ、私ここ来てるわ一度。来てるわ私。あ、来てる、一度ここでかみさんと来て写真撮ったような気がしますね。落ちないようにね。よいしょよいしょ。さあ、どうしましょうか。ちょっとね、一度、止めますね。はい、カブト駅です。星めちゃくちゃ出てますね。ただ月明かりがねすごいので、多分これオリオン座が見えてるんですけど、ないですよね。じゃあちょっと見ていきましょうか、駅を。今時間は23時なので、あ、でも星よく見えてるわ。あ、北斗七星だねこれ。あ、でも映らないだろうね多分ね。あれ、でも北斗七星こんなでかかったかな。あ、でも形は北斗七星だね。あ、確かにこっち北ですし。ってことはカシオペア座とかも出てるのかな、 W の形でね。すぐ近所にあると思う。あ、でもちょっと郊外側に過ぎますね。私で前来た時はね、去年に行きました、ここ。去年この辺通ってね、 Google 先生がこの辺通らされたんで。おお、ね、中入れなかったような気がします、前回は。ここにもちゃんと駅舎があってね。今これ槍回転ですね。おお、今だからあの有人だったと思いますんで、ここ無人駅じゃなかったと思うんで、前回は入れたと思うんですよ。あ、いや、入れなかったと思うんですよ。ね、これ、兜です。これで兜って言うんですね。私は間違えて、肩って言うんだんですけどね。肩か。和歌山にね、あるんですけど、和歌山、肩だったかな。ターが、打根だったかな。打根じゃない。これも、そうそうそう、なんか突っ込まれた気がするんですよ。ね、なので、JR ですね。おー、夜中の、夜中の駅というのはなかなか、なんでしょう、味わいがあるというか、ちょっと怖い。わあ、怖くはでもないね。すごい寒いです。ホキがねめちゃくちゃ出るんでね。これ階段ですね。ああ、もう終電ないんでしょうね、終わってんでしょうね。
ただ駐車場に車が2台、1台は軽トラなんで分かるんですけど、もう1台止まってたのがちょっと気になりますけどね。中に人いたのかなっていう。何の音だろう、なんか音鳴ってるね。おお、あ、星綺麗。これ月なかったらもっと見れると思うんですけどね。ああ、なんか音鳴ってんね。あそこら辺なんか機械あんのかな。あ、これが兜駅だったのか。ほんですぐそこに、あそこの踏切渡ると兜城だったんだね。そうなのか。まさか私が去年ね、去年のいつ頃だろう、神さんとね、ちょっとこの辺うろちょろした時に、この辺じゃないか、神さんとどっか行った時だ、あ、針行った時かな。いや針じゃないね、針だってまだ大阪寄りだもんね。何かでこの辺来ましたよ。で降りて、もう間違いないですわ。あのさっきのとこと同じ場所ぐらいのところに止めて、静かだわ。まあ近くに名阪国道があるので車が走ってる音がねしてますけど、はあ、すごいね。でもここ綺麗になるんだ。前どうだったかな、前でもそこそこ綺麗かったような気がしたんですけど違ったんだね。今はこうやって、確かですから、あの前回来た時は中に入れなかったんですよ。友人で人がいましたし、職員の方確かいたと思うんですね。あ、そうか、ワンマン電車なんか鴨方面って書いてますね。逆にこんだけ明るいからあれだね、ちょっとホッとするね。おお、時刻表かなあれ。あ、違うね、料金表だね。時刻表あったら見てみたかったんですけどね。トイレもここにあるんですけど、ちょっと怖いな、怖いというかあんま綺麗な感じはしないね。あら、一瞬あれかなと思っちゃった。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。はい、皆さんこんばんは、あっちでございます。今12、もう1時前ですかね。今1時前のはずですね。あ、1時超えてますね。1時10分です。山城のサービスエリア着きました。第二駐車場がねちょっと離れにあったんですが、なんかね知らない建物になってました。第二駐車場なくなってました。ただあの駐車場がその分あのちょろっと拡張されてまして、今そこに停めてますね。で車も思ったほど少なかったので、もう今私の周りには全然車いませんね。こんな感じです。いや、第二駐車場がね、あれしたのはちょっとね、やっちゃったという感じだったんですけども、なんとか。ああ、でね、気温マイナス4度です。ですが、今はもうシュラフ、もうね、これ、あら、なんて言うんですか、今、見えたでしょ、見えないんですけど、こんな感じで、なってますので、シュラフね。で、いつものパターンになってますので、これで行ったらですね、行けるんじゃないのかな。あ、全然寒くないですね、今のところね。うん、なのでこれで寝たいと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。おやすみなさいませ。おはようございます。朝5時です。寒いです。今氷点下5度です。寝たら死ぬって思いましたね。死ぬのかもって思っちゃいました。初めて車の、あ、窓変わってますよ、ちなみにこれ今、初めてこの車の外気温計でマイナス5っていう数字見ましたね。まあマイナス4もすごかったですけど、さあ果たしてこれは帰れるのだろうか。
ね、あのシラフで寝る分にはね、結構我慢ができる。我慢というか、多分私、1時間以上は寝てますね。寝れましたね。ただなんか昨日津波とかなんかいろいろあったみたいですね。どこかで噴火があったりとか、なかなかですね。しかしこれ、ね、フロントガラス今映ってるんですけど、映ってるんですけど、あ、でもいや微妙だな。どうなんやろね。なかなかでも、あ、でもやっぱ寝袋は、あ、違いますね。あと毛布使いました。顔がね、顔が寒くなります。これ本当なかなかどうしようもないんですけど、顔が寒くなったのはちょっとね、なかなか驚きでした。顔が寒くて、寒いとか顔が痛いような感じになりましたよ。今まだちょっとね、さすがにあのシュラフから出たらさすがに寒いので、どうしたものかなと思っておりますね。もう手がかじかんでね、動きません。ちょっとしばらく暖房入れて慣らしたら帰れるかどうかって今悩んでるとこなんで、まあシュラフに入ってる分では多分おそらく朝まで行けたかなとは思います。よいしょ。じゃあ一応まあそんな感じなので、壊れた歯ブラシが壊れちゃった。というわけでこの辺で終わっておきたいと思います。